チあかねのチューチューチューズデイ。さあ今週も始まりました。火曜日担当のフォッチーとあかねです。よろしくお願いします。さてこの番組は私あかねとフォンチーからの日頃の感謝の気持ちを込めてゆるっとシャキッと自由にチュッチュッチュッと皆様の癒しと時にはためになるあれやこれ思わずそのリップからチュッチュッチュッと誰かに伝えたくなるような話題をお届けできる番組を目指しております。はい、さてこの番組を収録している場所ですが東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の上りホーム内にあるエドプレスジャパンというインターネットテレビ放送局のブースになります。エドプレスジャパンというのは去年の秋から放送している海外に住む外国人向けのインターネットテレビになります。日本の魅力を多言語にて放送していますのでぜひ一度エドプレスジャパンで検索してみてください。そして4月から帯番組になりましたファンファンですがレインボータウン FM にて23時から23時半までの30分、月曜日から金曜日までの各曜日さまざまなパーソナリティが担当していますのでぜひ他の曜日もチェックしてみてください。はい、ということでこの番組ではあなたからのリクエストメッセージトークテーマもお待ちしております。待ってます。 E メールは info@792fm.com、 E メールは info@792fm.com、ファックス番号は 03-5634-0792 です。どしどしお待ちしております。お待ちしてます。ね、ここのね紹介文ね、うん、あの他の曜日のさ金曜日だったかな、うん、レノくん、うん、レノサブシ、うんうんうん、からねこの前連絡来てね、うん、いつも紹介文のあの長い部分どうしてるって連絡来たの、うん、でもさ大事な紹介の部分だからさ、うん、ちゃんと言わなきゃいけないじゃん、うん、でもいつも俺ヒヤヒヤしてるっていう連絡来たの。ヒヤヒヤしてるんだ。ヒヤヒヤしてる。バラしちゃった。そうバラしちゃいました。ヒヤヒヤしてるって言ってた、なんか噛みそうで怖いし、うん、短く言いそうで怖いしって書いて、わかる、めっちゃ大変だよねあそこっていう話をしたっていう。でもなんかすごいノリノリでレノさんは喋ってるよね。もうねいつも悩んでるらしいよ。あ、バラしちゃった。そうなんだ。バラしちゃった。そうなんだ。リアルなお悩み相談だったのにバラしちゃった悩んでるんだって。そうなんだね。そうなの。まあ、でもそうだね。そう長いからねここね。でも大事な部分なんで、うん、今日2回ぐらいなんかちょっと前にしたけど、ね、あるんだよね。その日のその滑舌の良さが、うん、そうね。いやあの私舞台が終わりましたわ。あ、お疲れ様。じゃあ3日間で8公演あって、ね、え、3日間で8公演ってどういうこと？今はまあまだ稽古中だけど、うん、あの1時間40分ぐらいの舞台かな、うん、え、結構長いんだね。そう、カフェの店員さん役だからずっと立ちっぱでずっと出ずっぱなの。ワンシチュエーションコメディーだから超大変だね。超大変でドタバタだから、うん、じゃあずっと喋ってんの？あーちゃん。そう、喋ってたんだ。そうだからもうメディキュット必須のわかる。そういう時大事だよね。うん、まあ稽古中からだけど終わりましたよ、ね、お疲れ様。3日でね8公演ってすごいね。そう、3日で8公演やってその最終日にバカコンのショールームがあって、うん、で今日がバカコンのライブだよね。そうだね、ライブがあった日だね。ライブが終わったのかな。終わった、もうね、ちょうど終わった帰ってくるぐらいだね。そう、バカコンウィークなんだよね。そう、だって、え、木本も舞台の本番だよね。そうで、私は代々木公園でベトナムフェスティバル2016が終わったばかり、うん、土日ね、11、12でね。そう、お疲れ様でした。ありがとうございました3人ともお疲れ様でしたよね。でも止まれないからね。そうだね、突っ走りますよね。はい、はい、ということで、はい、チューチュートークのコーナーに行く前にここで1曲聴いてください。バカンシーコントロールでロンリーロンリーロンリー。
募集している視聴者の皆様のためになる自分だけが知っているあんな話やこんな話、実はみんな知らないあんな話やこんな話を発表して語っていくコーナーでございます、うん、明日のあなたも語る側になれちゃうかも、いやなりましょう、はい、ということで早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、ペンネームアキラックスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あーちゃんちーちゃんこんばんは。こんばんは。6月を迎えて梅雨のジメジメした季節になってきましたが、お二人は雨が降っている時に聴きたい曲ってありますか？自分は R&B みたいにちょっとムーディーな曲、もしくはどっぷりと気分に浸れるジャズなんかを聴いたりしますとのことです。はあ、ジメジメしてる時に聴きたい曲、聴きたい曲、雨が降ってる時に聴きたい曲か。雨が降ってる時っていうのなかなか難しいね。あの雨といえば思いつくのは、うん、最後の雨。ああ、まあね、雨で思いつくで言うとね、うん、やっぱそうね。あれでもいい曲だよね。最後の雨は、最後の、あ、どういうやつ、あれ最後だだ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 。私は倖田來未さんで知ったんですよ、その曲を。でも倖田來未さんってカバーバージョンで、うん、本当は中西さんですよね確か、うん、が歌ってるバージョン。本気で忘れる、そう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 、あーちゃんに本気で歌ってもらいたい。絶対いいと思う。そのシリーズ来た。そう、あーちゃんに歌ってほしいシリーズ。そうだね。なんか雨の時に、うん、でも曲ってもう普段から聴いてるものだからさ、まあね、でも雨が降ってジメジメした時にケイティ・タンストゥールさん、ストゥールさんのさ、うん、サードンリーアイシーっていう、あの、え、聞いたことあるかな、どんな曲？天使と悪魔じゃなくて、なんだっけ、プラダを着た悪魔でさ、サードリアーシーって言ったんじゃん。あの曲か。結構ポップじゃない？ねねねねっていうのを聞きたくない。うん、あ、聞きたくない？聞きたくないっていうか、雨降ってるジメジメの時にそれの気分ではなくない。え、そうなの？聞きたい曲じゃないんだ。うん、そう、逆にちょっとやっぱ違うなって思うと、やっぱ。雨が降ってる時にいい感じの曲ってあるんだろうなと思って、うん、雨が降ってる時に聴く、無意識に聴ける曲とかってあるかな。で、私多分前にもちらっと言ったことがあると思うんですけど、うん、基本聴いてる曲ずっと同じなんですよ私。ああ、はいはいはい。なんかある曲にハマったらその曲を3ヶ月間ぐらい毎日聴いてて、分かるよ。で3ヶ月来たらちょっと飽きて、うん、また別の曲にハマって3ヶ月聴くみたいなタイプだから、うん、季節あんま関係ないっていうか、分かる。基本一緒なのよ聴いてる曲。そうだね。だから、うん、まあこれの答えとしてはあんまりないみたいな感じになっちゃう。うん、だからでもさ、晴れの日に聴きたい曲って言ったらちょっと簡単じゃん。なんかあるじゃん。そうだね。ノリノリの曲とかさ、なんかすごいサザンとかさ。わかるわかるわかる。海に行くときに聴きたい曲とか ね。なんか雨って難しいよね。うん、
海に行く時はやっぱりサザン波乗りジョニー聞いちゃう。そうだよね。すごい、うん、鉄板だけど。最後のキスとかはでも雨でも良さそうなキス。あー、ちょっとこれ、あれだな。宿題だな。雨わかんないけど。でも私、じゃあ雨の時に聴きたい曲とは違うけど、眠れない時に、雨の音を聞いて寝る、うん。あるじゃん、そういうアプリでさ、うん、リラックスする時に聞く雨の音とか、滝の音とか、小鳥のさえずりとか、なんかいろんな種類があって、なんか人って眠れない時にこの音を聞いたら眠れるっていうのと人によって違うんだって、うん。で、私は雨の音を聞くと、本当に眠れない時にね、絶対寝れるの。そうなんだ。いや、本当に眠れない時っていうのがないし、その本当に眠れない時に寝ようっていう努力しないからさ。え、嘘。本当に眠れない時眠れないの。それこそ、大丈夫なんか。この前、バカンシーコントロールで浜松にね、はいはい、ライブに行った時に、私朝方の5時ぐらいまで寝れなかったんですよ。朝に起きなきゃいけないのに、うん。で、眠れなくてどうしようってなった時に、あ、そういえばそういうアプリよく聞くなと思って、その場でアプリ取って雨の音を聞いたら寝てたの。あ、それまでどんなに頑張っても寝れなくって、なんか部屋暗くしたりとか、うん、カーテン閉めたり開けたり、なんかテレビの音ちっちゃくしたり、なんかいろいろやってたんだけど、うん、全然眠れなくて、もう最後の手段としてアプリをダウンロードして雨の音ピーって流してたら寝ちゃってたの。あ、でもこれで寝れるっていう安心感もあるもんね。そう、なんか雨の音ってでも家の中で聞くの結構好きなんだよね。へー、あー、わかるわかる。あるのかもしれない、うん。へえ、ためになったわ。本当？うん、あるよ。アキラクスさんのおかげでためになりました。そういうアプリがあるんですよ。皆さん。雨の音嫌いじゃない。聞きたい曲とはまたちょっと違うけど、うん、あのひとひと感がいい。うん、雨の埃臭さも好き。あ、わかる。雨の匂い好き。うん、ね。いいやね。でも外に出るのは嫌だ。家の中だからいい。あ、わかるわかる。雨嫌いじゃないんだけどね、梅雨のジメジメした感じあんま好きじゃないけど、そうね、ムシムシしてね、そうそう、うん、いいね、そんな感じでございますね。でもいいね、アキラックスさんみたいに R&B とかジャズとかなんか聴いてみたいね。ムーディーな曲ね、どっぷりと気分に浸れる、ね、ちょっとおしゃれすぎない？そうだね、おしゃれな感じだね、羨ましいよはい、はい、ということで、はい、じゃあ2本目のね質問に行く前にここで CM どうぞ。さて続きましていきたいと思います。はい、ペンネームフォミチコンチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえねさん、こんばんは。こんばんは。いつもフォンチーカッコとキーボーのお世話ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。さて今回のあまり使う機会のないうんちくは、うんちくなんだね、うん、洋服の何気に使う機会ないで先に言っちゃうのね。洋服の何気に気づかない和製英語、はあ、え、どういうことだろう。以前の仕事でイギリスの洋服製造工場向けに英語で指示書を書いていた時に感じたことです。はいはい。ていうかこの仕事自体すごいよね。例えばパーカーって言いますよね。うん。英語だと PARKA でパーカーなので、本来はパーカとカの後に音引き、あの伸ばし棒が入りません。パーカーじゃなくてパーカー。でも、うん、なるほどね。でもパーカーと最後を伸ばす人の方が多いので、パーカーもパーカーも両方使われています。はいはい。スタイル的にはパーカーというと、日本ではスウェットパーカーのようなカット層の羽織物が総じてパーカーと呼ばれていますが、うん、みんなが呼んでいるそれは英語圏ではフーディー、はいはい、H-O-O-D-I-E と書いてフーディーです、うん、フード付きってことですね、うん、ではパーカは何と思うかもしれませんが、一般的にパーカというと山着、うんうん、って読むんですかね、これ山着のようなマウンテンパーカスタイルのジャケットのことをパーカと言います。はー、余談ですがイギリスなんかでは丸首のセーターのことをジャンパーと言います。はー、ホンチーさんがよくネタにされているスカジャン横スカジャンパーなんかもジャケットでジャンパーと呼ぶことはあまりない気がします。いずれも日本独自の呼び方です。ではでは、フォンチ大好き、ねえねえも好きだけど。おお、ありがとう。ね、はいはい、最後のこのおまけな感じなんかね、もっとねちょっと長めのいただいてるんですけど、うん、
まあ、今回はちょっとここまでということで、はいはい、次回に持ち越そうと思うんですが、うん、まあ確かにパーカーなんとか付きパーカーとかさ書いてあるよね、商品のあれとかにね。もうなんかなんだろうね、生まれた時にはもうあるものだからさ、うん、そうだね、そこまでさこんななんか細かく調べたりとかさ、うん、しないよね、うん、でも意外だな、マウンテンパーカー、その山に来たシャカシャカしたなんかこうやつなのかな、あマウンテンパーカースタイルのジャケットのことをパーカーって本当は言うって知らなかったな。え、普通あれってジャケットって言うよね、みんな。わかんない。え、でも人によるもう難しいよね、シャカシャカとか言うあのシャカシャカ着たいみたいなでもさそのなんかこうフードがついてるパーカーをフーディーっていうじゃん、うん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 、でも日本なんかこう洋服屋さんとかさネット通販とか見てるとさ、うん、フーディーパーカーとか書いてあるときない？あるね、なんとかフーディーパーカーないか。いや、あるよある、あるよ、見たことある、見たことある。そう、実はさ、その私なんかこう犬の洋服屋さんを出すのが夢でさ、うんうんうん、でいろいろなんかこう商品考えたりデザイン考えたりするんだけど、うんうん、その時にこう一応なんかタイトルとかデータに名前つける時に、うん、なんとかフード付きパーカーって書いてあるんです、うんうんうん、なんとかフーディーパーカーって書いてみたりしたんだけど、うんうん、フーディーパーカーじゃダメなんだね。じゃあダメってことはないんだでも絶対多分一般的にみんな知らない方が多いと思う、うんうん、こんなにそのフォミチコンチさんはそのなんていう指示書を書いてたお仕事をしてたから、うん、多分人よりきあの詳しいじゃん、うんうん、でも分かんないもん。だって普通にパーカーって言ってたもんね、まずそこから。そうだよ、パーカーなんて言わないもん。だって言われたようにこのパー全部パーカーにしてさ、うん、そのスウェット生地のやつがフーディーでとかいうのをもう全部日本の洋服界とか、うん、その消費者全部取り入れたらもう大混乱起きるよ大混乱わけわかんなくなるよ、うん、え、何そうそう、フォンチーがよくネタにされるスカジャン、どういうこと？いやいや、これネタにされるって言ってますけど、私は先取りだと思ってるんですけど、うん、はいはい、実は私がまだそのアイドルグループアイドリングをやってた時に、うん、当時地元私なんせ湘南の方なので、あ、はいはいはい、あのまあスカジャンとか普通に着てたわけですよ。でチーが？そう、着てた着てたでも先取りどりだと思ってる。だってさ、今この時期にさスカジャン流行ってるじゃん。あ、すごい流行ってるじゃん、ね、急に流行る前から来てましたよってこと。そう、私は10年前から先取りをしてました。なんかネタとか言われてるけどほら見たことか私は先取りをしてたと、うん、今みんなに言ってやりたい。え、どんなの着てたの？結構派手なやつ着てたの？え、結構派手だった。赤とか500円のね、スカジャンだったんだけど、500円お得でしょ湘南ぐらいだよ、500円でスカジャン売ってる、うん、でもちゃんとした生地で、うん、ピンクで後ろにあの鷹の刺繍が入ってる。でも可愛い。可愛いんだよ。ピンクのスカジャンって可愛いよね。可愛いでしょ、うん、でおしゃれで着てたんだけど、うん、当時はダサいとかバカリズムさんに言われてたし、うん、実際持ってったの番組に、うん、その当時のアイドリングのすんごいみんなにバカにされて、そっからスカジャンヤンキーヤンキーヤンチーみたいなそう言われたりとかしてて。まあ、確かにヤンキー、まあ、今でもスカジャン着てると結構ヤンキーっぽいけどね。そっから番長やら裏番長やらなんかいろいろ言われてたんだけど、そうなんだ、私は先取りをしてただけですおめでとう。そうなんだよ。だから10年前の写真を今ばらまきたい私が先取ってたんだぞって。そうなんだね、そうなの。なんか ネタにされるってちょっと違うな。よく参考にされるって書いてますよねネタじゃなくて、ポチさんがよく思い出話にする。うん、そうだね、そうだね。もう今着ないけどね。うん、私の中ではもうとっくの塔に過ぎて。え、今度着てきてよ。え、本当に？うん。500円のパじゃスカジャン出した。まだあんの？あると思う。え、この間だってさ、ポンチーはなんていうの？衣替えの話したじゃん。うん、ラジオで、うん、このラジオで、うん。そのすぐ断捨離するから、そのなんていうの？少ない量で着回してる、うんうん。それは大事にとってあるんだやっぱり。それは大事にとってある。でもさすがに着ないけども、うん、年齢的に。でもやっぱ捨てられない、あ、思い出のスカジャンだから。そっかそっかそっか、うん、大事。いいなスカジャン、なんか買おうかな。500円なのに未だに持ってるんで。そうだよ、スカジャン1枚持っといた方がいいよ。なんかお金持っといた方がいい。え、欲しい？ その500円のスカジャン。いや、それはいいよ、それはいいよ。だって思い出のスカジャンでした。そう、思い出のスカジャン。年季入ってるでしょ、かなりだって10年だからね、うん、そうそう10年。
で昔だから筆箱とかキーホルダー入れも全部スカジャンの形したなんかあのなんていうの筆箱みたいの使ってたの。もうスカジャンのフォルムが気に入ってたんだね。可愛いんだよ。まあ分からなくもない。可愛い感じ想像つくけど。全部先取ってたから。じゃあ今度ちょっと来てくるの楽しみにしてますわ。ありがとう。やっと時代が私に追いついてきたな。はい、ということで、はい、ここで2曲目聴いてください。これはポンチーさんからのリクエストですね。そうなの。どうぞ。それこそ今私がハマってる曲で、うん、はいはい、ラウル・ミドンと、リチャード・ボナのDon't take it that way です。はあ、ははあ、じゃあ雨でも晴れでもこの梅雨のジメジメした、そう今まさに今年はそう聞いてると、まさに私はこの3ヶ月間ハマってる曲です。どっぷりと。はい、それでは聞いてください。聞いてください。 Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way.Take it. I'm
am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to take it? How am I supposed to?はい、聴いていただきましたフォンチーのリクエスト曲。なんかあれだね、愉快な曲だね。そうなの、気分が上がりそう。かっこいいのよ。ぜひね、 YouTube で見てほしい。お、かっこいいんだよ。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、いきますよ、フォンチーこれって。はい、来ました来ました。このコーナーは私発案の素晴らしいコーナーでございまして、うん、単純明快、フォンチーに言ってほしいあんなセリフこんなセリフを毎回私があらかじめ考えてきて、ぶっつけ本番でフォンチーに言ってもらうコーナーでございます。はいはい。これね、この前ね、あれなんだっけ、なんかの仕事の時、うん、あれ稽古かなんかの帰りに聞きながら帰ったのよ、うん、はい。でその時になんかいたのよね、あの多分共演者か誰かが、うん、でなんか普通に流して聞いてたの。ちょうどこのコーナーが流れてきて、うん、この番組何って言われて、何言ってんのとか言われて、ここだけ聞いたらね、うん、そう言われた、うん、え、そう思うって。でもね、あかねちゃんが気に入ってるコーナーなのって言って、うん、言っといた。ありがとう、気に入ってるコーナーなので。じゃあ今日も行きますね。はい、お願いします。いいじゃん、何っていうの、いいじゃん、それそれ、うん、さあまずは私が棒読みいたします。納豆はネバネバで本当はとっても苦手なんだけど、あなたのためなら食べても構わない。フォンチーネタです。完全に私ネタじゃん。はい、いきますよ、はい、いいですか。 3,2,1,9。 納豆はネバネバで本当はとっても苦手なんだけど、あなたのためなら食べても構わない。やりやしやりやしやりやしダメよ、そこ大事なところだから。ごめんごめん、もう一回いきますよ。はい、3,2,1,GO。 納豆はネバネバで本当はとっても苦手なんだけど、あなたのためなら食べても構わないよ。はい、そんなこと言われてみたいですね、皆さん。私が絶対言わない言葉ですね。そう、フォンチー納豆大っ嫌いなんだから一回見かんじゃったのかな、ちょっとな。そう、大の苦手で、もう誰のためとかない、一生食べない。また楽しみにしてるね。やだ、もうやだ絶対。はい、ということでフォンチーこれ言ってでした。はい、ということであっという間に今日もね、終わりの時間が来てしまいました。はい、この番組ではあなたからのリクエスト、メッセージ、トークテーマもお待ちしております。 E メールは info@792fm.com、 E メールは info@792fm.com、 ファックス番号は 03-5634-0792 です。チューチュートークやフォンチーこれ言って、もどしどしお待ちしております。待ってます。それではまた来週も聞いてください。ファンファンチューズデイ、フォンチーあかねのチューチューチューズデイ。ここまでのお相手は私フォンチーとあかねでした。またね。この放送は JOZZ3BFFM FM 高等周波数 79.2MHz レインボータウン FM 大江戸放送局です。この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。